GTR なのに5ナンバー。そんな疑問から警察に通報し、容疑者の逮捕に結びつけた30代の男性が毎日新聞の取材に応じた。男性は2つの違和感からたまたま見かけたスポーツカーが盗難車である可能性を疑った。男性は今月14日の午前中、Twitter のタイムラインである投稿を目にした。愛知県小牧市内で盗まれた日産スカイライン GTR1994 年式についての情報提供を求める内容で、グレーの車体の写真も添付されていた。その時は特段気に留めなかったというが、出勤後、近くのコインパーキングによく似た GTR が止まっているのに気づいた。まさかな？一旦通り過ぎたが、車は午後になっても同じ場所に止まったまま。この時ナンバープレートを見て2つの違和感を持ったという。1つは5ナンバーだった。プレートの地域名の横にある分類番号で5から始まる5ナンバーは排気量 2000cc 以下などの小型乗用車に割り当てられている。GTR は排気量が 2000cc を超えるため本来は3から始まる3ナンバーだ。もう一つは4桁の数字部分がプレートから浮き上がっているように見えたことだ。別のナンバーを貼り付けて細工するのは自動車等がよく使う手口、偽造ナンバーのように見えたことが通報する決め手になったと振り返る。自らも自動車好きという男性はわずかなほころびを見逃さずに県警中川署に通報し、 GTR は盗難車だったことが判明。捜査員が翌日駐車場に現れた容疑者2人を盗品等保管容疑で現行犯逮捕した。男性は誰かの大切な車を発見できた上、容疑者逮捕に貢献できてよかったと喜ぶ。男性は所有者と SNS ネット交流サービスでやり取りし、丁重にお礼を言われたという。その後2人でやっぱりハンドルロックをつけた方がいいですかねなどと盗難対策について話し合い、施錠だけでなくハンドルロックやタイヤロックなどの必要性を再確認したという男性。私も車が大好きなので見せる防犯を徹底しようと思うと話している森田彩加。